最新話のラスト、エッグヘッドに向かっている人物とは？1. 黒ひげ海賊団説。前からエッグヘッドに向かっている描写が描かれているが、性格的に脱出船を助けたりはしなそう。しかしもしかしたら、脱出船の中に利用できそうな能力者がいたら、能力を奪うために助けたということもありえそう。2. 革命軍説。かなり有力。メガパンクとドラゴンは友人だし、今大ピンチのクマなど、革命軍が来る要素が多い。脱出船の救助は必ずしてくれそう。3. ネオマッツ説。最近では扉絵連載で描かれてからすぐに本編に登場することが多く、最近連載されていたネオマッツの連中が今世界政府に破壊されようとしているベガパンクの技術を狙ってエッグヘッドに向かっているのかも。 4. 麦わら大戦団説。歴史に残る大事件を引き起こすと言われていた麦わら大戦団、天竜人殺害未遂の事件を起こしたことが当てはまると思われたが、もう一段階上の事件の方がしっくりくるし、エッグヘッドの結末はとんでもないショックが起こるとされているので、麦わら大戦団が関わるというパターンもあるかも。